ポール・マリテ・オドール・バン・サンダンディは、フランスの作曲家、音楽教師、指揮者。フランスの古い貴族の家系に属する。幼い頃からピアノを学ぶが、一族を喜ばせるために法楽を学ぶ。しかしながら、音楽家になることを決心しており、1870年に、不仏戦争に従軍するが、翌年帰還し、1872年に、パリ音楽院に入学し、 セザール・フランクの献身的な門人となった。音楽院卒業後に、いとこのイザベラと結婚し、3人の子供が生まれた。1894年に、シャルル・ボルドやアレクサンドル・ギルマンに協力して、パリにスコラ・カントルムを創設し、没するまで、同校並びに、パリ音楽院で音楽を指導した。文化に、サティ、ルーセル、アルベリク・マニャール、ジョゼフ・カントルー ボフスラフ・マルティヌーがいる。またニオム・ルクーはフランクに学んでいたが、フランクが亡くなったため、この若き弟弟子はダンディの門下となった。さらにルクーが養成し、未完で残された彼のチェロ・ソナタをダンディは保筆した。作曲学協定クールデコンポジション・ムジカーレの執筆に参加したほか、フランクやベートーベンに関する研究書を書いた。ダンディの作品は、 今日さほど一定して演奏されていない。最も有名な作品はおそらく、フランスの山人の歌による、公共曲シンフォニーシュールウンチャントモンタニアール・フランセ、ことピアノと還元楽のための、セベンヌ公共曲シンフォニー・セベノールや、公共的変奏曲、イスタール・アイスターであろう。その他に、還元楽曲や室内楽曲、ピアノ曲、歌曲、たくさんのオペラがある。 ダンディの作品は、フランクと並んでワーグナーからの影響を見せている。ダンディは、当時はほとんど忘れ去られていた古学の復権に尽力し、一例を挙げると、モンテベルディのオペラ、ポッペアの大観エール、インコリナッシネディ、ポッペアなどの独自の工程版を作成した。また、1905年12月には指揮者として、アメリカ合衆国へ演奏旅行も行い、ガブリエル・フォーレや、 クロード・ドビュッシーなどのフランス音楽を指揮した。第一次世界大戦前に長く連れ添った愛妻と死に分かれてから一時的に創作意欲が減退したものの戦後に子供たちの反対を押し切って再婚してからは創作意欲を新たにした。セベンヌの上官を離れてコート・ダ・ジュールのアゲーにニーズマと共に今日移し作曲に専念した。その時期の作品には 海岸の四つの詩、地中海二部作、ピアノと、室内アンサンブルのための競争曲や、弦楽詩重奏曲第三番などがある。海岸の四つの歌の第二楽章、深い青の喜びの導入部は、ラベルの、ダフニスとクロエの第二部の導入と告示している。ラベルの方は1912年、ダンディの方が1919 19年から1921年に、 完成されていることを考えると、ダンディがなぜラベルを尺用したのか、あるいはこの間の事情がどういうことであったのか、非常に興味深いものがある。その他、1909年には、フランス国民音楽協会シムの企画で、ハイドンの名によるメヌエットという作品を書いている。これは、ラベルの同名の作品やドビュッシー、デュカスラと同じ企画中で書かれたものであるが、 当時の契約出版社の違いから、上記三社のようにまとめて出版されるには至っておらず、ほとんど録音もない。日本人の弟子に、陸軍軍学隊長となった、大沼明などがおり、1938年には、歌と踊りが NHK から放送されている。1941年から1943年に、かけて、池内と文次郎の翻訳により著書。 作曲法講義が出版され、1943年には詩人、藤原誠一の翻訳により、著書、ベートーベンが出版されている。EN、リスト・オブ・コンポジションズ・バイ・ヴィンセント・ダンディも参照のこと。ありがとうございます。